こんにちは、えっちゃんです。今日はこちらですね。じゃん、マイ MacBook Pro ガチ、本物です。もちろん本物の MacBook Pro なんですが、こちらね、私が大学生の時に使っていた MacBook Pro で、この子でね CG もやったこともあります。ブートキャンプしてね、 Windows の無理やり突っ込んでゲームしたりとか、まあ、Adobe 製品とかをねいろいろやったりとか、いろんな思い出が詰まってるこのパソコンなんですが、実はですね、昨年動かなくなりました。もう10年ぐらいね頑張ってくれたんで、もう十分すぎるんですけど、まあ、当時で一番いいスペックにして、さらにねまあいろいろ入れてたんで、まあ、100万ぐらいの価値はあるんじゃないかなというパソコンなんですが、こちらのパソコンに直接お絵描きをしていきたいと思います。私パソコンに絵描いてみたかったんですよ。でもね、本物のパソコンに絵を描くのは初めてなので、せっかくだし、まあこの子はもうね、使うことはできない状態になってしまいましたんで、私の思い出のステッカーたちも活用するかな、しないかなっていうことをそこは置いといて、この画面とかキーボードのところにまで絵を描くことってほとんどないと思うんですけど、っていうかまあないよね。ここにいい感じの絵を描いて、この思い出のパソコンをインテリアとして飾れるようにしたいなと思います。使う材料はアクリル絵の具やポスカを使っていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、では早速ね、100円ショップの材料とか、あとポスカとかですね、こういうものを使って、描いていきたいと思うんですが、何にも考えてない、まあ、アクリル絵の具で描いていこうというところは考えた。あとはね、どう描くかだよね。このステッカーはね、ちょっと一部剥がして描いていこうかな。中ね、せっかくなんで、もうこんな機会ないよ。 MacBook Pro の画面に絵が描けるなんて、なんかいろんなものに絵を描いてきましたけど、壁だったり人間だったり、本当にねもうさまざまなものに描きましたが、さすがに高額ですね。これが一番高いものに描きます。とりあえずこのポスターで下書きをしていこう。やばい、緊張する。さすがにまあちょっといろいろ考えましたが、私がね今までの人生で生み出してきたキャラクターたち、思い出のキャラクターたちをね、描いていきたいと思います。まあ、とんかつとかね、あとね学生の時にね作ったキャラクターなんかもいますんで、ちょっと癖が強いキャラクターたちなんですけど、早速描いていっちゃいます。まあ一番気に入ってるねとんかつちゃんは一番大きく描いてあげようかなっていうんで、ポスカで下書きをまずしていきます。で、あー画面に描いてるよ、やばいよ。まあでもこんなことないから、今後まあ、画面いっぱいにいろんなキャラクターたちを入れていってあげたいという気持ちなんで、私が過去に生み出したピンクのキャラクターからバランス取って描いていこうかな。これね、今描いてるキャラクターは大学生の時人生で初めて作った CG のキャラクターです。まあ、どんなキャラクターかちょっと見せてあげましょう。はい、この子ですね。はい、もう画面にパッと出てるかと思いますが、このキャラクター、これが私がねこのパソコンで、もうこのパソコンもね、ほんと現役の時はこのパソコンで人生で初めて作ったキャラクターがこの子になります。なんで結構思い出深いというか、気に入ってるキャラクターではありましたね。まあ下書きなんでラフな感じに書いていきたいと思います。なんかこんなに書いていいのかな、捨てるか中のパーツだけをね売っていくかみたいな、そういう選択であるのであれば、私は思い出の作品にしておきたい。まあオルハ君もね、ライオンの方は私の立派なマイキャラなんで描いておきましょう。ひーちゃんなんかもね描いていきたいですね。まあいろいろ描いていきます。
はい、まあね、書き進めていったわけなんですけど、表紙なんていうの、ノートパソコンの閉じた状態のところはもうステッカーのシールがね、私の趣味のホラー系でもう統一されてたんで、まあ、ちょっと変なのもありますけど、それにあったこの目ん玉にあったね、口的なアート的なものをちょっと書いて完成にしたいと思います。まあちょっとね、完成したものを物撮りでしっかり見せていきたいと思います。どうぞ。人生で初めて自分の、パソコンとして持ったものなので、まあ、思い出深いものなので、売ったりとかね、パーツを中身分解して売ったりとかっていう選択もあったんですが、私はこの子をインテリアとしてまた思い出として飾っていきたいと思います。ではこちらの動画が面白かった、すごかったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にてコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ではみんな、またねー。